はい、どうもマミです。マリオストーリーに挑戦パート、ついに70になりました。70回か。あれ、もう回復してた？こいつ来いよ。で、このうちに、こう行くと。蜂いた？やっぱり蜂いた？やろうって3つ並んでいる木を見つけたら左右真ん中の順番で叩く。ん、右左あ、もういいや、わかんない。こいつ左右、あ、こいつは違うな。黄色の実を持ってるから黄色の実をあげないといけないやつがいたと思う。お、なんだこれ。ジャンボの実。わけがわかんねえぞ。黄色いやつはどこにいる？それが知りたいな。この辺かな？いやでもここはポコピーだよな。ポコピーはまた、あ、そっか、ポコピーはまだ仲間にしていない。でもそれはまだ先の話かな？あ、こいつだ。こいつに、黄色い実をやって、トレビアーンじゃなくて、とりあえず通るけど、これはやっぱパレタ。自分のジャンプじゃちょっと怖い。確実に行こう。わー、危ねー。あ、ダメ？やっぱり？うい。やっぱり、ここだな。ここだって完全に行けないもん。行けるよね。ほら、行けた。どうしよう。上になんかあったよな。お客さんアタックで。パンジー。パンジーさん、はい、よいしょ、オッケー。パンジーさん、あれ、よし、で、僕、アタック。1、やば、ミスったか。逃げたかー。 FP 返せ、フラワーポイントを返せ。とりあえずパワーアップ。あー、くそ。パワーアップ、どうしよう。お僕さん行こうか。水の守り、よし。くそ。4体。カメキに変えて、出番を待たせる。で、星の降る夜でとりあえずライフを、下げさせる、相手の。これじゃ絶対多分みんなしないないから、攻撃はもうまさか逃げるとかないよね。逃げた、歌か。うお、危ねえ。で、逃げた。
タイミング取りづれ。よっしゃー、これもったいねえよな、シビビ使うの。おっと、ジャンプ終わり。これで10くらいか。あとちょっとかレベルアップ。早いな。そしたらフラワーをあげるかな。メイプルシロップか。今日はこいつら戦って終わりかもしれない。お、楽じゃん。カメキの CBB はどんくらいだ。 3? ガッツンでどんくらいだ。 6? あ、終わりや。普通のジャンプだと体力は7しか削れない。ハニーショップ、パンジさんで、ここはこれで終わりじゃない。あ、まだか。で、カメキで修行、先制攻撃はやっぱり使えるな。時間もまだ微妙に残っている。これで終わり。ちょっと待とうな。お前らはスルーにスルーさせてもらう。なんかない？青い実来た。その前にちょっとこっちを覗くか。ああ、はい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 、わかりました。これは捨てる。で、ここはなんか水が必要だな。そうそうそう、なんかね、ここ水がなくなっちゃったから、この先にいる、なんかあれだよな、花っぽい人。そう、こいつこいつ。水が枯れたから、水を持ってきてほしいっていうね。オッケーオッケー。まあ、それが持ってるのは多分ユーリッツね、クリスタルの木の下にいた、多分ばあさんだと思うんですが。ここはおっぷくぜか。あ、そいつが持ってたんだっけ。いや、誰だったかな。とりあえず、あいつだよな、あったから。でももう時間、とりあえずこれ、こうやっちゃって、ダメ？ダメ？ダメ？バレた。時間がないな。とりあえず時間がないから、もう終わりにするかな。じゃ、ここ行ったら終わりにしよう。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。